ョニーさん、どうもお久しぶりです。森田正和です。ずっと会ってませんね。なんかジョニーさん、以前僕とお会いしてた頃は金髪だったんですけど、最近ネットでお顔を拝見したら髪の毛黒くなってましたね。ね、染め直したんですか？ああ、そうですか。僕もそうなんですよ。白髪染めです。あの頃からもう随分経ってるんですよ。ジョニーさん今46歳かな？でしょ？なんと森田、今年で50歳ですよ。驚きですね。50歳になっても黒崎一護できるかどうか。今日はね、日米でですね、この黒崎一護のセリフをですね、皆さんに聞いていただいて、おお、森田もジョニーも年を取ったなというのをですね、皆さんに、しかしでも全然負けちゃいないぞというところを千年決戦編に向けて、皆さんにね、聞いていただこうと思います。ジョニー、一緒に頑張りましょう。 Hey everyone, I'm Johnny Young Bosch, the voice of Ichigo. We've all waited long enough, so I'm happy to say that Bleach is finally back, and I can't wait to experience it again with all of you in Thousand Year Blood War. So I hope you're looking forward to the adventure. はい、はい、ということで早速ですね、僕の方から日本語版のブリーチの黒崎一護のセリフをいきたいと思うんですけど、ジョニー、これどうしようか。4つあるらしいんですよ、4つ。じゃあ順番にいきましょう。ジョニーね、3話のセリフ、これいくよ。はい、じゃあまず僕からいきますからね、準備してね。はい、それでは参ります。こちらです。目の前で人が傷つくのを黙って見てられるほどクズでもね。さあ、ということでこれがアニメブリーチ、日本語キャストのセリフでございます。それではジョニー、同じセリフを英語版でどうぞ。 I'm still not ready to actually commit to this or anything. I'm not so noble a person that I could promise to risk my life for a complete stranger just like that. おー、素晴らしい、マーベラス。いいね、ジョニー、いい感じですよ。なんか俺たちあれだね、全然下がってないね、全くあの時のままだと思う。髪の毛の色がちょっと違うだけ。次行くよ。次はですね、アニメの14話行きましょう。ジョニー、これね、ちょっと長いよ、少し長いんで、しっかりと腹式呼吸でお腹にしっかり力を入れて、やっていきましょうね。それでは参ります。こちらです。世界中の人を守るなんてでけえことは言わねえけど、両手で抱えられるだけの人を守ればそれでいいなんて言えるほどの控えめな人間でもねえ。俺は山ほどの人を守りてえんだ。さあ、いかがでしょうか。それではジョニー、この同じセリフを英語版でどうぞ。 I'm not Superman. I can't protect everybody in the worldBut I don't just want to protect the few who I can hold in my arms either. I want to protect as many people as I can. Oh! なるほど。いいですね。なるほどね。あはは。英語版だとそういう感じになるという。まあでもこれはものすごく気持ちがね、乗るセリフだけど、とても難しいんで、ジョニーもね、きっとこういうセリフ好きだと思うので、素晴らしいなと思いました。さあ、それでは続いていきましょう。次はね、31話です。ちょっと短いですけど、これこそちょっとこう張らなきゃいけないんでね、この辺もまあブリーチの見どころだと思いまして、いきますよ。31話ね、いくよ、ジョニー、いくよ。それでは参ります。こちらです。バカ野郎、助けてんじゃねえ、助けるんだ。はい、それではジョニー、ゴー。 You idiot. I don't wanna save herI'm going to save her. なるほど。なるほど。なるほどね。いいですね。やっぱ英語版の良さってなんかそういうとこだと思うわ。どういうとこだと聞かれるとすごく難しいんだけど、なんかジョニー、もともとこの役をやるときに、僕の声を初めて聞いたときに、日本語のキャストはすごく熱血でやってるけど、僕はこれをストリートっぽくイチゴを作りたいんだっていうことを始まる前に言ってて、それは僕すごく印象的で、
ああそういうふうに捉えるんだなと思ってて、その違いがすごくこういうセリフに出てくるかなと思います。さあそれではジョニー、最後の一つです。ずっと話は進めて、なんと270話270話で一気に飛びますけど、270話いきます。これかなりもうイチゴが強くなった段階でのセリフなんで、そういった強さとか、少しこう大人びたところを出せるといいかなと思います。それでは日本語版はこうです。てめえが俺より強かったら俺が諦めると思ってんのかよ。さあいかがでしょう、ジョニー先生、お願いします。 You thought I'd give up just because you're stronger than me? はい、ありがとうございます。いやいいですね。今回は3話、14話、31話、そしてぐーっと飛んで270話ということで、黒崎一護の最初の方から、そしてぐーっと強くなった後半の方に至るまで、ジョニーと僕でやってみました。いかがでしょうか。そしてですね、僕一つジョニーに聞きたいことがありまして、以前直接お会いして一緒にイベントだった時に、まだ、アメリカ版では挽回をしてないと、日本語版の方ではもうすでに挽回をしていて、で僕が挽回を披露することになったという時に一緒に練習をしたのを覚えてますかね。あの時まだね、ジョニーが挽回をちゃんと言えなかったんですけど、最近どうですか、挽回はしっかり言えるようになりました。当時やはりちょっと英語っぽかったんで、ジョニーの言ってる挽回が挽回だったんですよ。その辺はどうなったんでしょう、ちょっと僕聞きたいなと思っていて、ぜひですね、この会場にお越しの皆さん、そしてこの V を見てる皆さんのためにもですね、一度挽回を聞かせていただきたいと思います。挽回、それじゃあジョニー、またいつかお会いしましょう。ジャニー。